タラートパシャメフメトタラートパシャは、オスマン帝国末期の政治家。統一と進歩委員会の指導者の一人で、第一次世界大戦下のオスマン帝国を内務大臣、及び大最小として、陸軍大臣、イスマイル・エンベル・パシャ、海軍大臣、アフメト・ジェマル・パシャと共に指導した。1874年、メフメト・タラートは、エディルネ州のクルジャーリで、公務員の家庭に生まれた。 少年時代の性質は、素行不良で、プレップスクールの教師と反目して、退学処分を受けた。その後、エディルネで、郵便局員として勤務したが、発給だったことから、エディルネのユダヤ人学校でトルコ語教師としても、働いた。そのユダヤ人学校の校長の娘とは、関係を持つに至った。1893年に、 電報の不正使用の角で逮捕され、釈放後は、セラーニクの郵便局に転勤となった。1898年から1908年にかけて、セラーニクの郵便局で、局員勤務し、勤続10年で郵便局長にまで昇格した。この間に、ハイリエ・ハヌムと結婚している。1908年、セラーニクで統一派が、憲法復活を唱えて、 武装放棄を起こし、青年トルコ革命が勃発した。この時のタラートは、統一派の中心人物ではなく、放棄を指導したのは、軍人のアフメト・ニアーズイや、イスマイル・エンベルだった。この放棄に対し、皇帝アブデュル・ハミト・二世は、鎮圧軍を向かわせたが、鎮圧軍も反逆するなど騒動は過熱したため、同年7月23日に、 アブディルハミと二世は沈静化を図って憲法復活を宣言した。こうして青年トルコ革命が成功した後、タラートはエディルネ州議会議員となり、翌年7月には内務大臣に任命された。1913年7月、マフムとシェウケト首相が暗殺されて、シェウケト内閣が崩壊、サイドハリムが首相となった。タラートは、 ハリム内閣でも内省を務め、この頃からイスマイル・エンベルやアフメト・ジェマルと共に党内及び政府内での指導的地位を確立し、三党政治を展開した。1914年11月、サイード・ハリム内閣でのタラーとエンベル・ジェマルによる政治指導家のオスマン帝国はドイツ、オーストリア・ハンガリーに組みして中央同盟国側で、 第一次世界大戦に参戦した。これを受けて、協商国側のロシアが国境を越えて、オスマン帝国東部諸州に侵攻した。この時、東部諸州に住むアルメニア人たちの中には、ロシア軍に呼応する者、オスマン帝国軍へのゲリラ活動を行う者などが現れた。このような、アルメニア人の反逆は、潮流として反トルコ主義が主流となっていたこともあり、 オスマン政府、世論の反アルメニア感情を煽ることになった。対イギリスの西部戦線でも苦戦を強いられる中、東部戦線の戦況好転の案が練られていたが、こうしたアルメニア人の活動を反国家、利的行為とみなして、東部戦線安定化を図った強制移住令がタラートの命令で下された。このことの真偽は未だ議論されているが、 事実とする論者は4月8日に政策が断行されたとしている。その後の4月24日にアルメニア人の虐殺があり、アルメニアではこの日を虐殺の日としている。タラートパシャ1917年2月4日、サイード・ハリム・パシャに代わって、タラートが首相に就任したが、戦況は好転しなかった。翌1918年にはエルサレム、 バグダードが陥落し、同年10月14日に、タラートは大宰相を辞任した。これにより、タラート内閣は崩壊。同月30日には、ムドロス休戦協定により、オスマン帝国は敗戦した。第一次世界大戦の敗戦により三党政治は終焉し、統一派政権も瓦解した。タラート、エンベル、ジェマルの三挙島は、国会、クリミアを経て、 ドイツ・ベルリンに亡命した。タラートはその政権を第一次世界大戦の敗戦という形で終えたにもかかわらず、オスマン国民からは勇敢な愛国者と尊敬されており、世論は彼らの亡命を受けて動揺した。亡命後、エンベルはボリシェビキの移行を受けて、モスクワに出向き、ジェマルはドイツからスイスに移ったが、タラートはベルリンに泊まっていた。 1921年3月15日、アルメニア人非合法組織のアルメニア革命連盟に所属する青年により、ベルリンで殺害された。ありがとうございます。